皆さんこんにちは、ブロガーの加瀬子です。今日は何の日、1月14日ですけれども、なんとですね、愛と希望と勇気の日。もうわけわからないんですけれども、これにはわけがありまして、別名ですね、太郎と次郎の日ということで、太郎と次郎の日と言われてわかる人はかなり年代の古い方ではないと、古い方だと思うんですけれども、南極物語、1959年の1月14日、この日にですね、南極に置き去りにされた太郎と次郎という樺太犬が、なんと生存していて救出されたという素晴らしい、だから愛と希望と勇気の日ということなんですけれども、1956年に、日本のですね、南極観測隊が行きまして、そこにですね、南極を観測するために22頭の樺太犬を一緒に連れてったんですね。で、2年後の1958年に、ちょうどこの隊が入れ替わるっていう時に、この新しい第二次越冬隊っていうのが悪天候のためつけなかったと。で、もう第一次って言った人たちは撤退しなくちゃいけないっていう感じになったんですけど、まあ、悪天候で、なんとか助けられたのが、まあ、人は全員助けられて、犬は、8頭かな、とにかく、まあ、なんとかしか助けられなかった。で、15頭、犬は置き去りになってしまったんですよ、南極で。で、その1年後にもう15頭犬を置き去りにしちゃったから、もう死んじゃったんじゃないかと思ったら、その15頭の中で2頭、なんとこの太郎と次郎は奇跡的に生き残っていた。それが発見されたのがこの1月14日ということです。まあ、それでですね、太郎と次郎の日、まあ、別名ですね、愛と希望と勇気の日ということになっているということなんですね。で、これ、映画になっておりまして、南極物語という、映画があります。これね、私上映された当時見た覚えあるんですよ、映画館で。で、多分っていうか、小学校低学年だったと思ったので、あんまり覚えてないんですけど、まあ見たっていうのは覚えてる。で、いやー、これどんな映画ね、もう随分もう40年ぐらい前の映画なんですけど、なんとですね、Amazon プライムにですね、300円払えば、Amazon プライムで300円払えばレンタルっていう形で、パソコンとかスマホとかで見れるということで、これね、ぜひ見てない方、まあ古い映像なんでちょっとあれですけど、南極物語見ていただけたら面白いんじゃないかと思います。まあ愛と希望と勇気の日っていうことで、なんかなんちゃってな日と思いきや、すごい日だった、太郎と次郎の日ということで、まあ、なかなかネタにするには難しいかもしれませんけれども、1月14日、まあ、南極物語の日っていうかね、太郎と次郎の日ということで覚えていただければよろしいのかなと思います。